大ナマズを懲らしめる民衆を描いたナマズへナマズの妖怪。岩人坊主の装束をつけたナマズが自身にまつわるちょぼくれ節を歌っている。ナマズの脇には縁間の子と地蔵の子がおり、地蔵の子は竹と尺上で竹馬遊びをしている。ナマズへは江戸時代の日本で出版されたナマズを題材に描かれた西絵の浮世絵の総称である。 大マズが地下で活動することによって地震が発生するという民間信仰に基づいており、1855年10月2日に起きた安政の大地震の後、江戸を中心に大量に出版された。本校では特に断りのない限り、安政の大地震を単に地震と表記する。マズへの種類は確認されているだけで250点を超え、 実際はそれを大きく上回る点数の生杖が発行されたと考えられている。当時の書籍や浮世絵は幕府の検閲を受けていたが、生杖はほぼ全てが無届けの不法出版であり、取締り逃れのため作者や学校の署名がないものが多い。地震の発生直後から出版が始められた生杖は身を守る護符として、あるいは不安を取り除くためのまじないとして、 庶民の間に急速に広まり、流行が収束するまでのおよそ2ヶ月の間に、多数の作品が作られた。1840年代前半に幕府により、実施された、天保の改革は失素倹約を旨とし、贅沢品とみなされた浮世絵は規制の対象となった。それまでの過美な役者へ、美人画は、発行を厳しく制限され、風景画や、 風刺が、あるいは色数の少ない作品への転換を余儀なくされていたのである。歌舞伎の正月とされる11月を前に地震が発生し、工業が中止となったことも、芝居による収入をあてにしていた版元には打撃であり、生杖が大量に発行された背景の一つと考えられている。生杖には多種多彩な構図が用いられた。大生杖を懲らしめる庶民の姿を描いた。 合戦図ズの形式、あるいは、両者の対立を描いたものが特に知られる。鹿島神宮の祭神である、竹見和地大臣が金目石によって、大生図を封じ込めるという言い伝えは、当時広く留布しており、生図と対決する役柄として、生図絵にもしばしば登場している。生図が地震を起こしたことを謝罪したり、震災復興を手伝ったりするユニークなパターンも、いわゆる、 世直しナマズの構図として様々な作品が作られた。東海家屋が多かったため、地震後の復興劇により、大工や木材商が莫大な利益を上げたことを風刺し、これらの職人や商人がナマズに感謝する姿を題材にしたものもある。このような地震により、損をした者、得をした者の,の対比は、多くのバリエーションで描かれ、三人性よいなどの手法によって、 人々の喜怒哀楽が表現された。上述の通り、地震の後に流布した生図絵は様々なモチーフで描かれたが、これらは必ずしもオリジナルの画題、構図で描かれたわけではなく、地震以前に知られていた浮世絵や民画をパロディ化したもの、当時流行していた世俗の文化を取り入れたとみられるものが多数ある。生図が大地震を起こすという俗説は、 江戸時代中盤にはすでに民衆の間に広まっていた。歌舞伎18番の一つである演目、しばらくには、ナマズ坊主という悪役が登場し、主人公に対し自身を背景とした強がりを言う場面がある。自身の後発行されたナマズ絵にも、しばらくを題材としたものが見受けられる。しばらくの主人公が、ナマズ坊主を要石で押さえつける、というのが、主な構図である。 金ナメによる、大オナマズの制圧は本来は、鹿島大名人の役割で、歌舞伎の、しばらくには、このような場面は登場せず、両者の特徴を組み合わせた構図とみられる。このほヨハナシ上浮きな横キナヨコブなどの演目もナマズエの題材とされている。大津ツの代表的画題の一つ、氷炭ウタナマズは、ナマズエにも取り入れられたナマズエの前身といえる絵画の、一つに、 大津絵がある。大津絵は、大津塾を中心に描かれた民族絵画で、本来の仏画とともに、多彩な世俗画を特徴としている。大津絵十種と呼ばれた代表的な画題の一つとして、室町時代の画層除雪により描かれた、国宝、表年図を茶化した、氷炭なまずがある。ツルツルの氷炭でぬめるなまずを押さえつけるには、どうするかという全問答をモチーフとしたのが、 本来の表年図で、大杖では、猿が氷炭でナマズを抑えようとする図が滑稽に描かれる。地震後のナマズ絵にも、この氷炭マズに加え、藤娘など、大杖のテーマをパロディ化したものが主従認められる。江戸時代、地震の被害状況や復興の様子が河原版で各地に伝えられた。地震を報じた河原版に、ナマズが登場したのは、1819年の伊勢。 美の大海地震が最小と見られている。この河原版は、文政に希望年王相撲と題され、擬人化されたナマズと神々が相撲を取る姿が描かれている。1847年の善光寺地震では、歌川国旗によるさて派信修繕光寺にナマズが現れるほか、1853年の小田原地震や翌年の安政東海地震の後にもナマズ絵が、 出版されている。当時の江戸では、大日如来などへの参詣が広まっており、この時に描かれた世俗画の構図が、鹿島大明神が登場するいくつかのナマズ絵に影響している。遊郭のお座敷遊びであった首引きやじゃんけんもテーマとされ、地震の2年前に黒船で来航したペリーとナマズが首引きをする、安政2年10月2日夜大地震ナマズ問答などの例がある。 また、前年に亡くなった人気の歌舞伎役者である八代目、市川團十郎の知恵も、大生図後の生酔いという生図絵に影響を与えている。大生図襲来、中央恵比寿、金目石の番を変わったが、大いねり。右、鹿島大名人、懸明に馬で戻る様子。左雷神、大生図を剣で押さえつける鹿島大名人。生図は、両者の関係を題材にした例が、 数多い情実のように、生杖は以前に存在した様々な出版物を下敷きとし、また当時の世俗を反映したものであった。一方で、生杖自身もまた後世の風刺画に影響を与えている。よく知られたものが1862年の橋替えである。橋替えは放送絵とも呼ばれる浮世絵の一種で、当時治療不可能とされた。 天然痘を防ぐ五夫としての役割を持つとともに、流行に混乱する人々の状況を描く世俗画でもあった。文久2年に江戸でマシンが広まった際に描かれた一連の橋会では、7年前のナマズエに構図を借りた作品がしばしば見受けられる。ナマズを打ち据える民衆を描いた即席ナマズは、ナシに対する橋シカの養生など、ナマズエにおける大ナマズを マシンの神に置き換えたものが基本である。また、金太郎、桃太郎、正規、源、ためともなどが、薬病神の嫌う色、赤色のみで描かれている。橋替の翌年、1863年には、生麦事件から、撮影戦争に至るまでの江戸における混乱を、描いた慌てが流行した。この年横浜では、イギリス軍による幕府への威嚇砲撃があり、 本格攻撃を恐れた庶民が江戸から郊外へと一斉に避難する騒ぎがあった。この様子を滑稽に描いたのが慌て絵で、橋替えと同じく生図絵の構図を多く参考にしている。ありがとうございます。